今回は各種のスイッチング電源で用いられている高周波トランスについて調べてみます。このスイッチング電源では絶縁型コンバーターとしてフライバックコンバーターが採用されています。フライバックコンバーターでは高周波トランスが用いられており、このトランスによって電源側と負荷側を絶縁しています。ハンダ除去装置でトランスを取り外します。このトランスのインダクタンスや抵抗成分を計測していきます。まずはインダクタンス成分です。これはトランスの透過回路です。1次側と2次側の漏れインダクタンス、0次インダクタンス、マキス比が N 対1の理想トランスで構成されています。2次側の漏れインダクタンスは透過的にはマキス比 N の2乗をかけて1次側に換算することができるので、最終的にはこのような T 型の透過回路で表すことができます。漏れインダクタンスと0次インダクタンスの値をそれぞれ知りたいのですが、これらの値を直接計測することはできません。これらの値を求めるためには2次マキス線を開放もしくは短絡した状態で1次側端子のインダクタンスを LCR メーターで計測し、それらの値を元に算出します。ここで先ほどの T 型透過回路の漏れインダクタンスの値は等しく、両方とも LKG であるものとします。二次巻き線を開放した状態で一次側のインダクタンス LO を計測すると、漏れインダクタンス LKG と0次インダクタンス LMG の直列合成インダクタンスを計測することになります。次に二次巻き線を短絡した状態でのインダクタンス LS を計測すると、0次インダクタンスと二次側の漏れインダクタンスはこのように並列接続された状態となるので、合成インダクタンスはこのような式となります。そしてこれらのインダクタンスの値から漏れインダクタンスと0次インダクタンスを算出していきます。導出の過程については省略しますが、一般的にトランスの結合係数 K は LO と LS を用いてこのような式で定義することができます。0次インダクタンス LMG は結合係数 K を用いて LMG イコール KLO で表すことができます。同様に漏れインダクタンス LKG は 1-K×LO で表されます。ここで先ほどの結合係数の式をこれらに代入することで、 LO と LS を用いて0次インダクタンスと漏れインダクタンスを表現することができるようになります。ここで1次側と2次側が良好に結合していて K イコール1で近似できるときは、これらの式からLMG イコール LO、LKG イコール0となります。1次側と2次側が強く結合された密結合のトランスであれば、このような K イコール1の近似を適用しても問題ありません。しかし結合係数 K が小さい場合はこのような近似はできないので注意する必要があります。それでは実際に LCR メーターを使ってインダクタンス成分を測定してみます。まずは二次巻き線を開放した状態でインダクタンス LO を測定します。値はおよそ1200マイクロヘンリーです。次に二次巻き線を導線で短絡した状態でインダクタンス LS を測定すると、値は 13.5 マイクロヘンリーでした。これらの測定値をさっきのスライドの式に当てはめると、0次インダクタンスLMG は1193マイクロヘンリー、漏れインダクタンス LKG は 6.77 マイクロヘンリーとなります。次は巻き線の直流抵抗値を測定してみます。とりあえずテスターの抵抗測定モードを使って測定してみます。1次巻き線の測定値は 1.3 オーム、2次巻き線の測定値は 0.8 オームです。しかしこれらの値を真に受けてはいけません。トランスの巻き線は低抵抗なので、このようにテスターを用いた2端子測定では測定用ケーブルの抵抗値も測定値に含まれてしまって、正確な値を測定できていません。低抵抗のデバイスを測定するためには4端子法で測定します。4端子法については過去の動画で解説をしています。概要欄のリンクを参考にしてください。マルチメーターを用いて4端子法で測定したところ、1次巻き線の抵抗値は 0.447 オーム、2次巻き線は 0.038 オームでした。テスターで計測した値はそれぞれ 1.3 と 0.8 オームだったので、テスターで計測した場合はだいたい 0.7 から1オームくらいの測定誤差が含まれているということになります。4端子で測定する重要性がよくわかります。しかしここで注意があります。ここで測定しているのは直流抵抗であり交流抵抗ではありません。実際の動作時は高周波トランスには交流電流が流れますが、交流電流に対しては巻き線での表皮効果や近接効果によって抵抗成分が大きくなります。なので正確には直流抵抗ではなく交流インピーダンス測定により抵抗を求める必要があります。次はトランスのコアを分離してどのような構造になっているのかを見ていきます。
トランスのコアは接着剤で固まっていたので、前回の動画では分離を諦めましたが、ヒートガンで引き剥がすことができるということを教えてもらったので試してみます。コアとコアの接合面にヒートガンで熱風を当てます。熱風が机にも当たるので、燃えてしまわないかどうか心配になります。しばらく熱風を当てると、簡単にコアを引き離すことができました。コアとボビンを分離します。このようにアルファベットの E の形をしたコアを2つ貼り合わせて、トランス全体のコアを形成しています。ここで中央の足の部分を注意深く観察してみると隙間があることがわかります。これはギャップです。フライバックコンバーターで用いられるトランスのコアには一般的にはこのようなギャップが設けられています。フライバックコンバーターは動作原理上トランスに比較的大きなエネルギーを蓄積する必要があります。ギャップなしのコアは比較的簡単に飽和してしまうのでエネルギーを蓄積させるのには不向きです。そこでこのようなギャップを設けるとギャップにエネルギーを蓄積できるようになりコアの飽和を防止することができます。コアのギャップについては過去の動画で解説をしているので概要欄のリンクを参考にしてください。続いてボビンを調べます。ボビンは導線を巻くための筒です。巻かれた導線の上に絶縁テープが貼られているのでこれを剥がしていきます。テープを剥がすと巻き線が見えてきました。テープを横断する巻き線が邪魔なので切断します。今画面に見えているのは一次巻き線です。この一次巻き線をほどいていきます。すると再びテープの層が現れました。このテープの層も剥がしてみます。すると今度は先ほどよりも太い巻き線が出現しました。これは二次巻き線です。このトランスでは一次側よりも二次側の方が電圧は低くて大きな電流が流れるので二次巻き線には太い導線が用いられています。ボビンの足とハンダ付けされている部分をニッパーで切断して二次巻き線もほどいていきます。すると再びテープの層が出てきました。この絶縁テープも引き剥がします。今度は巻き数が少なく、かつ細い導線が現れました。これはゲートドライバー電源用の補助巻き線です。ドライバー電源には大きな電流は必要ないので、このような細い線が使われています。さらに補助巻き線もほどいていきます。その下のテープも剥がします。すると再び巻き線が現れました。これも二次巻き線です。二次巻き線は最初の方でも出現しましたが、これで2回目です。つまりこのボビンは一次巻き線と補助巻き線を二次巻き線でサンドイッチしたような構造になっています。この二次巻き線をほどくとやっとボビンが裸の状態になりました。それぞれの巻き線を比べると太さの違いがよくわかります。一番下の太い線が二次巻き線、下から2本目の細い線が補助巻き線、上2本が一次巻き線です。流れる電流の大小によって導線の太さを使い分けていることがわかります。分解したトランスのコアとボビンの巻き線の構造はこのようなイメージです。コアの中央の足にはギャップが設けられています。この黒い部分がボビンを表しています。ボビンに導線が巻かれていますが、このように合計で5層構造になっていました。内側の2層は水色で表している一次巻き線、3層目については補助巻き線です。4層目は黄色で表している二次巻き線で、一番外側の層は再び一次巻き線です。そしてそれぞれの異なる巻き線の間には相関テープが巻かれています。それぞれの巻き線は電流の大小によって異なる太さの導線が用いられていました。今回はフライバックコンバーターで用いられている高周波トランスについて解説しました。高周波トランスは受動部品ではありますが、カタログ品が少なく自作の必要性に迫られる部品です。今回の動画で紹介したように、実製品の高周波トランスの構造を知っておけば自分で自作する際に何かの役に立つと思います。ぜひ参考にしてください。